RR1 エリシアン、今回ねエンジンオイルのみね交換していきたいと思います。これね、ザラザラのままにねちょっとクリアを拭いてね、コードがねちょっと出なくなったのでペーパーで、ね、磨きました。ピカピカになりました。400番、600番、1500、2000円。まあ、とりあえずね、オイル交換していきます。で、まずね、入れるところ。でゲージ。で上げてね、オイル抜いていきます。でね、上げると一番奥ドレア17。めちゃくちゃ熱いのでね。固定しました。でパッキンね、トルクで締めるときにね、トルクがこう変わらないようにちょっとオイル塗ってます。これでねちょっと30分ぐらいね、もうこの上げたまま抜いていきます。タイヤとかねもう増し締めしてます。点検もしてます。ちょっとね、この辺ね、途中経過ぐらいはね、移していきましょうか。今ね、これ全体400やってね、600。この縁がね、クリアがちょっとね、分厚すぎて、ちょっとね、まだ段差ついてます。この辺はしゃあないですね。次ね、まあ1500。行く前にね、ちょっとね、もう、30分ぐらい経ったのでドレーン閉めて、はい、で鉄のねオイルパンなので40。でね、閉まってるかどうかね、閉めるんじゃなくて確認しておいてください。これでねちょっと下ろしてオイル入れていきます。とりあえずねオイルね 4.5 以上抜けてると思うんですが、とりあえず4リッター入れます。ちょい下です。なので、まあ、4.23 ぐらいかな。とりあえず4リッターでねエンジンかけていきます。ライトね、1500番でね、ちょっと仕上げぐらいまでいきます。とりあえずね、もう2000番まで仕上がりました。これでね、もうクリア拭くとね、
綺麗くなります。今回ね、クリアは吹かないのでね、ここまでにしときます。ちょっとね、あのコンパウンドで軽くね磨きます。で軽くね、あのいつものメタルコンパウンドでしました。あと微粒子ね、もう一回ね事務所の方でかけます。30分ぐらい経ったのでオイル漏れ見ていきます。大丈夫です。エレメント説明してなかったんですかね。エレメントね、ここでちょっとドレのね上からね、これねやりにくいんでね、やりにくい場合はね、ここですね、ハンドルをね、左いっぱい切ってね、ここからやってください。でね、5分ぐらい経ちました。ちょい下ですね。で4リッター入れてたけど 4.2 ぐらい入れてるので、やっぱりね 4.3 から5ぐらい。まあ後でね、もうちょっと降りてからね入れたいと思います。多分ね 4.3 から、まあ、4.5 ぐらいだと思います。作業はねここで終了します。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。